これ 話していいのか分かんないけどさ、最後の11人が決まる瞬間あったじゃん、はいはい、で結構な変動があったじゃん、順位、はい、なんかえっみたいな。だからジンがいきなりめっちゃ上に上がってきたりとか、はいはい、けどジンはうちマジで最初からこの子すっごいポテンシャルあるなって思ってたの、うん、顔もめっちゃ整ってるし、うん、超ムードメーカーじゃんあの人、はい、もうだからこのこういう子が一人グループにいたら超なんかいいのになって思ってて、けど順位ちょっと低かったじゃん、うん、最初の方。そうですね。だから11人入った時えってなって、うん、でえって思うこうなんかわかる、上にいた人が入れなかったりとか、うん、そん時ってみんなんかなんだろうな、この子入るだろうってなんとなく自分の中であったか、まあわかんないなって感じだった。まあ本当にシーズン1とかを見させていただいて、うん、やっぱり最終的な順位の変動っていうのは結構あったりとかがあったので、うん、もう自分の中では本当に最後どうなんだろうなみたいな、っていうかまあなんか本当に周りのことをこうどうっていうよりかは、うんうん、いやもう頼むぞみたいな、うん、もう自分入っててくれみたいな感じの、そっかそっか、自分に対してだもんね。もう本当に最後まあこう順位呼ばれてってまあ、うん、大丈夫かな大丈夫かなみたいなこういっぱいいっぱいだったんで、うんうん、まあ正直その順位どうっていうのはあんまり深く考えられてなかったのが正直かもしれないですね、うん、逆に呼ばれてどんな感じなの、うん、うわーみたいな感じ。いやもう僕はもう最初の、うん、あのオンタクトのあの最初の評価の順位、うんうんの時にこう1位いただいたんですけど、もうその時からずっともう毎回ハラハラドキドキして、なんかもう気が気じゃなかったですね毎回。なんかそうだよね、はい、あれ1回タジに抜かれたんだっけ。そうですね、1回タジ1位になったんだっけ。2回目の順位発表で、そうだそうだそうだ、はい、タジが1位になって。そうだよね、で最終的に高塚が2位だったもんね。そうですね、あの時私マジ声出ちゃって、うん、えみたいな。全然いいんだけど全然想像してないその並びだったから、うん、やっばみたいな。けど見てる人は見てるのかなとか、高塚もすっごい成長したじゃん、なんかあの合宿の時から、うん、みんなめちゃくちゃなんだろうな、会えないてかあのオーディション番組基本みんないい子だったじゃん。なんかもうちょっとツンツンしてる人いていいのかなって思うぐらい、みんなめっちゃ真面目でいい子たちだったから今日なんかその唯一なんて言うんだろう、高塚となんかこうなんか一回ちょっと怒ったことがあって裏で、けど本当にすごいまっすぐでめちゃくちゃピュアでなんか嘘がないやつだから、はい、なんかちょっといやもうちょっとこうだよみたいな。高塚もやっぱボーカルでは強いじゃん、だからやっぱり他の人と一緒にやるってなったらやっぱりなんだろうな、自分だけじゃなくてみんなも引っ張らなきゃいけない、うん、でそのプレッシャーにもやっぱりいっぱいいっぱいになってた部分があったから、いやもうちょっとこう周りが見れるように、こう客観的に見れるようにした方がいいよみたいな、なんか本当になんかガチで怒ったとかではないけど、うん、なんかもうちょっと思いやりがあればいいんじゃないみたいな話をした時からもうぐんぐんなんて言うんだろうな、精神的にもなんかボーカリストとしてもすごく成長が見えたから、あよかったなって思う。なんかそのすごいいいなって思って見てる。ヒロム本当にまっすぐでね、そうだよね、ちゃんと自分の意見とかを持って言える人だから、そう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 、本当に尊敬できますね、そういう部分は。